皆さんこんにちは、たっくんですはい、今日は4月7日たっくんのばあばのお誕生日です。やったー、びちょびちょやないてなわけで、ちょっとサプライズ風でお祝いしたいと思います。イエーイ。たっくん、そんな手が美味しいですか？美味しいね。はい、ここにねケーキとお花を買ってきたので、たっくんがサプライズ風でプレゼントという無理があるでしょ。無理があるけどはい、というわけでね、呼んできたいなと思います。はいはいはい。ばあば、おはよう。おはよう。はい、はい、ばあば。ばあば来たよ、たっくん。こんにちは。あら、どうしたの。今日はね、たっくんが言いたいことがあるんやってね。ありゃりゃ。なんじゃろうね。今日はですね、誕生日ということで。せっかくだったら、たっくんがバラを持った風で記念写真をしたい。と思います。サプライズドッキリ、ドッキリじゃないな。というわけで、これをたっくんが持ってる風な写真をね撮りたいなと。たっくんこっち向いてごらん。たっくんと持てる？持てる？俺が持ってあげよう。そうそう。そうしたら写真が撮れるんじゃない？そう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 。たっくん俺の方見て。たっくん。動画を画像にして写真を残したいなと思います。たっくん、たっくん、パパの方しか向いてない。マラカスサンバでマラカスサンバ。たっくん、たっくん。マラカスサンバでマラカスサンバ。マラカスサンバでマラカスサンバ。たっくんの顔がやべえ。食べようとしたら。食べちゃダメ。はい、じゃあたっくん、ばあばにせーの、お誕生日おめでとう。イエーイ。というわけでね、素敵な記念写真が撮れました。ありがとう。たっくん、バラが似合うね。バラでした。はい、可愛い匂いがするな、たっくん。はい、じゃあメインのお誕生日、はい、みんな楽しみケーキ。わーいわーい。たっくんはまだね、食べれないんで。本当じゃ。たっくんな。見て見て、たっくん。うわー、美味しそう。いちご。タルトです。美味しいぞ。美味しそうね。パパが切り分けるので、ちょっとたっくん近くに寄せないで。はいはい。たっくんは避難、危ない。あれりゃ、あれりゃ。ほら、ほら。おいしい。おいしい。お指が美味しいよ。なあ。よしよし。というわけでね、皆さん誕生日っていうのはこんな感じで僕たちは過ごしてますはい、いただきます。私はいちごが大好きです。やった、いただきます。うまいですか？で、たっくんってさっきから指をバクバク舐めすぎてクッてやってましたたっくん、美味しかった。美味しかったのは僕たちだけでした。渡辺ピアノ教室の玄関に飾られました待合室です、はい、ここはですね、天井はこうなってて結構高くなってるんですけど、まあ今はねコロナでね、ここで待ってもらうようにしているので、私がこだわったあのステンドグラス、これがこだわってるそうですこれはヨーロッパのアンティークな青いイメージして作ったと。違う違う、アンティークのものなんだって。あれアンティークのものなんだ。そう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 。ああ、そういうことです。ヨーロッパで飾られてたお家でな。